はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。あの後、ここの部屋、とりあえず片っ端から全部解体しましたということでね、やっていきましょうか。前回ね、カードキー、つか緑2つ手に入れてたんだね。気づかなかったね。あれ？手に入れてたか、普通に。というわけで、やっていきましょう。でね、前回私が言ってたこと、多分最後に言ってたことはね、この扉施錠済みじゃないんじゃないかと。だから向こうから直接入ってきて漁れるんじゃないかと思ってたんですけど、そんなことなかったねというところで終わったんでしたね、確か。ということで一回外出ましょうか。上からゾンビ来たらやだな。他でいっか、ちゃんと。よいしょ。倒して。どうにんだ、ゾンビ。とりあえず全部倒しまして。あっちで。重たいね。このチェストはさすがにリセット食らわんよな、この位置だと。ちょっと不安だから、もうちょい道の真ん中にしとく。いや、大して変わらんか。多分大丈夫だよな。微妙なラインだな。微妙なラインなんで、絶対安全な場所まで下げとこうか。ここら辺。ここら辺さすがに大丈夫だと思うんで。ここに、しまっときましょう。カードキーはさすがに持ってこうか。なくなったら嫌だからね。あとは適当に詰め込みまして、あー、ラッキーゴールで開ければよかったな。しまったな。おお、もういっぱいなの。うっそん。こっち一回 R で回収してからにすればよかった。そしたらこんな感じ。入らないじゃない。ワンスタック超えるかな。わからんな。エッセンス、絶対拾うやつこれ。なんてスパイプも拾う。これも拾うかな、ワンスタックな、どうなのかわかんないけど。次ね、これもスプリングも拾う。本も拾うのでは？よし、こんなもんでいっか。いや、もうちょいなんか拾いそう。拾いかな。これでいきましょうか。よし。というわけで、もう、待って。一番にこの槍を片付けたかったんで、俺は。というわけでやっていきましょう。2周目でございます。2周目ね。草が出てきてるかな。これいる、いらないな。これがいるか。おっぽいしないで。よいしょ。よし、じゃあ2周目いきましょう。この家は美味しすぎるのに2周目必要だ。ちょっと待って、家の中うるさいですね。どうやらもうすでにゾンビが。おーおーおおお、ワイト。ちょっと待って。当たんねえな。お、待って。来る。来ない。痛い。やばい。うぃー、かまん。出なーい。うわ、生きてよかった。マスカコ、待て、あいつ生きてるんだか。生き返った？違うよな、もう一匹いただけだよな、多分な。どういった？ちょっとルートがなくなったからってみんな中行った。どこ行った、あいつら。不安なんだわ、それ。
どこ行ったんだ。あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。待て待て、オッケー。ダメか、出ねえのか。横穴掘ってますね、めっちゃね。ここだけか。ここだけだね。オッケー、じゃあ上行きましょう。あさるもんは多分あさってるよね。多分あさってると思うんで。なんで爆発したっち。あ、地雷があるんだっち。オッケーオッケー。これ捨てて。行きましょう、2周目。この家は2周行く価値がありそうなので、2周目行きましょう。というか、まあ、クエストあるしね。さて、何が出るかというのが、本日の本題でございますと。これ、回収します。よいしょ。行きましょう。回収と一掃ですね。もうね、今回は、あれで行きます。うわ、引っかかるんだ、こっち。今回はもう、外の存命を無視して一回クリアリングを終わらせましょう。それからのんびりゾンビの相手もしながら漁りましょうか。それが多分良いでしょう。よし、こっちは外だよね。こっちはあれなので、行くところなので、これなんか忘れそうだからこれだけは解体しとこうかな。と、本棚があったら本棚漁っちゃいましょうか。ちょっとこれも布は欲しい。よし、では下行きましょう。アックス。いや、ここでグリーンカードキー手に入るとは思わんかったね。ますかね。ちょっとふとしたレベル上げの予定だったのに。よいしょ、お願い、出ろ出ろ出ろ。さらに予備が出ていいことあるのかわからんけど、どうせなら欲しい、どうせなら欲しい。あ、こっち開いてるんだっけ。開いてるかどうかチェックしてみようか。あ、前開いてた気がするよね。あ、これ。おう、開いてたわ。施錠済みって書いてあった気がするけど、解錠済みの間違いだったかな。で、下降りるときは安全のために閉めていきましょう。下からは逃げれないからちょっと安全ではないかもしれないけども。こっちホーラーが待ち受けてるんでね。ちゃんと。骨になっとるんだ。逆にホラー。え、逆にホラー。こっちですね、ホラー。え、ホラー。ん？なんか意外とあっさりよ。お、まだいますね、そっち。なんだその足。ちょ、一回右ロックしとこうか。ん？どこにいる？正面に赤い点があるのはわかる。え？どこ？それか。それだね。頭どれ？頭どれ？頭どこ？右？これ？うわ、外したっぽい。ピシュンピシュン。出ないっすね。施錠されてんじゃねえか、ちゃんと。2周目ダメか。ちょっとこっちロックして、あれ降ってきた上から。よいしょ、出ないのかな、出ないのかな。2周目出てきてほしいんだけども。こっちいるかな、ゾンビ。
いないね。いないね。こっちの部屋も機械部品いっぱいあったな。マジか。マジかマジか。こっちですね。OK。あとは敵を殲滅したら、クリアです。こっちの機械部品覚えていられるかな？こっちなんかありそう？なんもない。今のところ、ゼロだよね。頭どこにある？おお。びっくりした。頭向こうですね。ラボテクニシャンって言うんだね、君の名前ね。初めて知った気がするわ。研究員だと思って、うわ、なんだ、はあ、ライフルの音だって。ホットバーから読み取る必要があります。了解。え、ライフルの音ってなんだ。単純にライフルのスキルが上がるだけかな。ライフル武器37、38になりました。合ってるね。ライフルは38になりましたって言ってたから、これは合ったんだよね。38。あれ、2上がってないですか。2上がってないですか。まあ上がる分には嬉しいんだけども、なんか一個飛んだね。まあいいか。こっちの辺はあさり直すのめんどくせえから解体しとくか。ゴフィ、なんもないね。なんもないね。お、出た。こっちいらっしゃいますね。こんだけ？ OK。 どうしよう。バールでいくか。バールがないでござるよ。え、バールどこ置いてきた俺。お、マジか。バールないのか。なんか出しそう、こいつ。来た。着用。ラッキーゴーグルで開けます。てれん。ブルーカードキーが出ました。ここカードキー出やすいのかな？アイアンアーマー俺作れないの？なんか殴り壊してる音がするね。で、アイアンアーマー作れるよ、俺。あ、スチールアーマーだわ。でもスチールアーマー作らないもんね。スクラップしちゃおっか。いや、待て。やめましょう。ちょっとなんか、変なのがあったら嫌だわ。あの、本を全部読むみたいなのがあったら嫌だわ。ちょっと待って。解体したいね、やめようなんだけど、ゾンビが、暴れてるから。クリアリング先やりましょう。よいしょ。こっち何匹いるかな。3匹ありますね、最低でも。うっ、よいしょ、よし、きた。スタミナ回復してる。いける。出ないね。スタミナもう一回回復して。ここの正面にいるのどこだ。え？あの木箱の裏かな。
今この裏にいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいました。どうしたのこれ、どうしたの。倒したね。トレダーと話すになりましたんで、じゃあこれをラッキーゴーグルに切り替えまして、漁っていきましょう。さて、ではこの低賃金ボックスから。ゴミだね。お、 AK-47 レシバ、これはでかいのでは。これは今までなかったよね、確か。俺ね、拾えてなかった気がするんで、当たりではないでしょうか。それでも拾ってたかな、普通に。拾ってなかった気がするけどな、わからんな。麺の種はいらないかな。じゃあクエスト報酬のも行きましょうか。てれん。どう、ゴミ、ゴミだね。これがスクラップできるからいいかなぐらいであるか。いらないのは置いていきましょう。レーザーとか鉄矢もいらないよね。これスクラップしちゃうか。82、まあまあまあ持つだけ持つか。地上までは搬出してもいいかもしれない。いいね。お、レシピ来た、レシピ来た、最高。レシピが2個も出た。どっちも読んでるんだけど、読んでるけども、まあ材料になるので。前々回やっちゃった分が取り返せたのかわからんね。これ全部解体したいけどな。どうしよっかな。いっか。240は確保したしね。これ手前は6、12になるべき、12になるべき。これは12の次は 18？ やっぱ少ないんだ。少ないっすね。だから表面のボタンがポチポチついてるところの方が電気系統はもらえるっぽい。このすぐ壊れるんだけ壊してもいきましょうか。これは27、27から34だから、3、4、5、6、6か。250で6。どうなんだ、早いのかは分からん。まあいいや、もうあとちょっと。あれ、いつ落としたこれ。めっちゃいいんだが、あれいつ落としたこいつ。気づかなかったね。ゾンビも来てるよ隣まで。上だよな、さすがにな。スプリングとパイプ、スプリングって作れるのかな。作れるっぽいわ。あ、でもスチールが必要なんだ。セルフローディングと武器の反動の増加でファイアレート、これちょっと作ってみたいね。これでこの何、分解のインパクトドライバーの速度が上がるのならきっと優秀ですね。これ逆走しにくいから一回外出て逆走しましょうか。もう一周しましょうか。アイテムを拾いに行きましょう。一回全然見てなかったんで。よいしょ。車でいっか。車に乗せるか。ジェンさんちすぐそこだから車使いましょう。よいしょっと。
せまして、あ、そっか、スパナ分解しちゃいけないよ。スパナはあの作業台で使うっていうのは前回判明しちゃったんで、確かにコメントでもね、作業台で使えますよっつってたな前。あ、地下に入られてるっぽいですね。もうあれ、俺の、うん、あった、びっくりした、何だったかと思った。とりあえず制圧だけしましょう。先に結局グリーンブルーカードキー1枚増えただけですね。何だったんだろうな、こっちのゾンビのドロップがいいのか、それかもしくはあれもこの移動も使わないかな、ドロップがいいのか、はたまた誰だ、軍人ゾンビとあと2人、軍人ゾンビとあと2人誰だっけ、これじゃないね、あと2人出てこねえ、あれだよ、防護服着てるやつだよ、ハズマットか、ハズマット、ハズマットとあと研究者、あいつらのドロップがもしくはいい、特にあのオーラまとってるやつらね、緑色のあいつらが落とすのか、なんもねえじゃねえか、どっちかですね。こっちのドア開けてきたのね。お、これはありがたい、俺これ覚えてなかったんだよ。でこれ5なんだよ確か、回復量がね。これはありがたい、回復っていうか、なんだっけなんだっけで思い出した、これ使っとこう、このウェルネス、ウェルネスの上昇値が5だったと思うんだよ、あの赤い飲み物なんで、赤い飲み物に全部シフトしましょうか。漁ったかな、全部多分漁ったね。 OK、 じゃあ帰りましょう、ジェンさんのもとに帰りましょう。そんでもってジェンさんのところにしまったら、しまったらあれしましょう、グリーンカードキーの場所に向かいましょう。まあ、今回はグリーンカードキーってところは行かないかな。次回ですね、多分、行くとしても。さて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 、ジェンさんのところに片付けに行こう。ハンマーがなかったね、しかしね。ハンマー欲しかったな。ハンマーどっか道中で拾う。撃ってんね、撃ってんね。ジェンさんのとこのトレーダー全然仕事してないのに撃ってたね、今ね、珍しく。トレーダー次ガード。よいしょ。一回これを R で回収して。びっくりした。ドキッとするんだって。一回閉めとこうかな。犬かよ。はよ、はよ。あれちょっと、あれちょっと。当たらんか。あ、あ、いけない。あー、解体もできねえじゃん、インベントリーいっぱいで。ちょっと待っててね、お犬ちゃん、解体しに行くから、それまで待っててね。右と左何だったっけ、右がめっちゃ必要そうなもんだな、めっちゃ必要そうなもんで、まあ鍵はめっちゃ必要だけども、そこそこで、左がとりあえず片っ端って感じだね。
よいしょ。OK。で、あ、待って、片っ端すぎた。スナイパーが来てる。スナイパーじゃない。魔法使いが来てるわ。どこだ？こっちじゃない。どこだよ。うん、見えない。死角か？壁の死角かな。もう壁に張り付かれてる可能性ありますね。ハンマー、ダクトテープや、そりゃ忘れてた。そっちだな。いた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 。うわ、バレたわ。うわ、それはめんどくさい。ジョーアウェイつってかって。こっちおいで。当たんない。あー、壊された。中入んなし。うわ、出てくんな。出てきてくれてよかった、むしろ。よし、オッケーオッケーオッケー。こっちに穴が開いたね。追加の穴が開きましたわっと。あ、ついでなんで車からアイテム持ってこう。ダクトテープとこれを先に取ってからあれで取る。 OK。 鉄あったよね、確かね。鉄あると思うんだ。こっちに必要なもん入れる。ベロとかもう余ってるよな多分。一回カードキー入れとく。いっか。鉄、鉄です。もしかして鉄ない？鉄ないわけなくね？鉄ないかもしんない。粘土持ってる。粘土持ってねえかもしんない。ちょ、待ってよ。セゲジェストも一個作るかも。キャッチェストで食べ物ね。食べ物チェスト、食べ物、回復薬。あ、壁についてるんでよかったな。これでよかったな。食べ物もポーションとかこっち入れとくか。スピリットじゃねえのかこれ。これどうしよう。緑って使うっけ？ブラック。使わないよね、確かね。赤。なんでこれ、そのスクラップでいいと。これをワークベンチにセットして。鉄。待って。あ、釘があってもあれなんか。そうだね。鉄がないといけないもんね。一回のワークベンチ取ってもよかったな。解体しても。持てないんかい。微妙すぎだろ、それ。酔っ払おう。ちょっと待って。話しかけるの待って。ちょっと待ってね、君。アイテム受け取らないといけないことを思い出してしまったから。オッケー。ポンプショットガン来ました。ちょっと待って、ね、
ちょっと待って、でも俺ポンプショットガン作れる気がするわ。あ、待って、なにこれ。え？紫の上があるんだが。え、どっから来たこれ。一応待って、え？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 なにこれ。どっから来たのこのレベル。え、どういうこと？待って、意味が分かってない、意味が分かってない。じゃあ、ポンプ。ショットガンクラフト、ポンプアクションショットガン。ガンクラフトだな、そしたらな。え、どういうこと？51じゃん。なんで上限上がってるん？青か。あ、61だ、こっちは。そしたら、ライフル。こっち51だな。こっちも51だな。ショットガンだけなんか。ショットガンスキル。ショットガンスキル、ショットガン。ショットガン、ショットガン。でもショットガン使ってねえから、ショットガンスキルが上がるわけねえじゃん。ブレードマスターじゃん、これは。じゃあ何が起きたんだろうか。ショットガンも使ってすらいねえもんね。ウェポンクラフトも取れてねえじゃん。クラフト速度。Do it yourself. 自分でやれになって笑った。コイルガンクラフトっていうのがあるわ。え、待って、コイルガンもう作れるのでは俺、そしたら。え、これいつから？いつから解放されてる？レベル75だって。コイルガンクラフト作れるな。AK47、俺レシピ持ってるわ。AK 作るか。え？ちょっと、わかんないっすね。ショットガンクラフト取るだけで、ショットガンのレベルが上がるとは思えないじゃん。ガンクラフトだろ？むしろなんでこれガンクラフト取ってるはずなのにこれ取れないのよって話よな。え？あ、これ本で解除するやつか。なるほど。もう可能性があるとしたら、この労働者とかマスタービルダーでさ、ショットが上がったとか、そういう感じだよな。取ってない。マスタービルダー見た。メカニックはショットガン関係ある。オートショットガンって書いてあるな。ちょっと待って、オートショットガン、ショットガンってどんなスペルよ。うわ、スペルがね。ショットガン、これか。オートショットガンあった。多分ポンプショットガンよりオートショットガンの方が上だよな。どう思う？多分そうだよな。戦闘三段銃レシーバーだって。三段銃レシーバーじゃなくて。お、戦闘三段銃レシーバー作れるわ。そして俺コイルガン作りたくなっちゃったんだけどな。あ、旋盤がないわ。旋盤あったっけ？でもどうせコイルガンの、うわ、なんか俺ショットガンめっちゃ作れるわ、高品質の。ディスペンス紙。急速なレート、ディスペンス紙って。コイルガン？でもコイルガンの弾がな。弾がな。このバッテリー作れないという意味ね。あ、コイルガンコイルガンクラフトで作れるらしい。ちょっ
コイルガン、コイルガンやりてえ。ということで、もうこれもらって売るか。これ売るわ。売っちゃった。鋼鉄劣化もいらない。いらない。いらない。ロケランはまあ持っとくか。赤も使う。弾頭売ってんね。待って、ジャケット売ってる、買っちゃおう。買っちゃったー。これで全種類揃った。全種類っていうか全パーツ。うわー、なんかすげえ勢いでいろいろと揃い始めたね。流れが来てるね。OK。Thank you, thank you. ということで、俺は、汚染地域にも行けるし、さらには、どこだっけ。汚染地域も行けるようになったし。大丈夫だな、これ20だよな。西、老、八、あれ、あと1箇所と、これだ。西、老、八、等で。これ汚染地域にも入れるようになったし、できることが一気に増えすぎて、大変だわ。鉄が欲しい。俺、アイアン持ってないのおかしくねって思うんだ。なんでアイアン持ってねえの、こんなに。こんなにいろいろ持ってるくせに。おかしいだろ。おかしいだろ、おかしいだろ。なんでわからんけど、もうアイアン取ってくる。12。これ解体する？なんか置いときたいよね、こっちにね。ちょ、待って、警察官じゃねえか、バカ。俺の車爆発させんなよ。やめろよ。なんか変な音するなと。おー、ちょ、これ回してやがる。あー、そうだった。トレダー撃つんだったよ、く考えたら。撃たねえじゃん。全然撃たねえじゃん。警察官とか来んのか。マジこの取れた仕事しねえような、サボるような。ひどいと思う。ほんとひどいと思う。警察官やりに行かないといけないんじゃ。スパイダーやっとこうか、先に。あ、しゃがんで撃てばよかった。バカ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 。仕事した。ここは撃つんだ。警察官どうなった？倒してくれた？わけねえよな。あれ？もしかして、倒した？あれ？音聞こえなかったけど、警察官倒した。あれれれれ？さっきのタランタランっていうやつ、警察官倒したことだった？もしかして。可能性あるよね。当たんねえな、あいつ。当てきれる自信がないな、今日なんか。当たったわ。ふぅ。で、鉄が欲しいと。鉄が欲しい。私はどこに行けばいいかな。お、あれでいいね。これでいいね、これで。これ解体しよう。OK。粘土も欲しいのか。粘土出てる？出てないよね。おお、あれだ。見て、白い石も結構手に入るわ。小石。どうしよう。コイルショットガンも作っていきたいな、そしたら。
マジか。よいしょ。あ、ゾンビ起こしちゃった。出といて、そしたら。あ、ちょちょ、バカ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 。あっぶな、お前ら。もう終わったな、あいつ。もう終わったわ、あいつら。いや、通れねえし。裏口入学できたっけ、こっち。空いてるところね。意外と空いてるところなかった。車線かぶるから前通れないっていう。よし。もうおとなしくさ、やっぱワークベンチ解体した方が早かったな。連鉄。よし。この間に、インベントリー整理しとくか。食べ物はもうこっちに持っちゃって、いいと。あれも待って。今からでっかいチェスト作るんだよ、俺。しかもこれこっちじゃねえし。こっちやし。でっかいチェスト作るんだよ、俺。じゃあ、ショットガンのレシピを見ておく？ハンマー作るか。ハンマー。あれ？ちょっと色怖っ。なんだっけ？ハンマー。ハンマー、やっぱこれでは。釘抜きハンマーあるじゃん、釘抜きハンマー。12だよね、やっぱりな。あと少し、ビロついてる？ついてるな。あと2個。じゃない、あと3個。ゾンビ来てるな。ここどうしよう、ほんと。防衛が微妙すぎるわ。銃撃ってくんねえ、あの柵があって。ちょっと改造しないといけないけど、チタン、あ、俺チタン掘り放題なんだもん。そうだね、チタン掘り放題なんだもんね。だから、チタン掘って、ここの拠点を強化するのはもう、楽なんだ。買わない方がよかったかな、やっぱ。買ったら負けだったかな。まあいいや。どうしようかな。できた？ハンマー。まだ？あと1分かよ。ちょっとあのレシピ見とこう。ネイルガン出なかったんだな。ちょっとどうする？これレシピ欲しいな。究極のステルスショットガンってさ。じゃあまずはコイルショットガンかっけえな。あでもと思ったけど、普通にコイルガンクラフトで材料も手に入るんだ。材料ねえじゃんって言おうとしたら材料も入ってないんだ。バッテリー使うのかな。でもワンチャンリチャージして打てたりしないかな。しないか。薬莢入っ帰ってくるやつつけたらこれ帰ってきたりしねえかな、このバッテリーの方。薬莢っていう扱いでさ。だとしたらうめえけどな。とりあえずオートショットガンの材料があるからチェックするか。うん、ないね。なんもないね。あ、待って、作れるの俺。材料作れんの？めっちゃ簡単に作れちゃうわ。
じゃあオートショットガンを作りましょうか。俺スチール作ろう。いる。まあ、30ぐらい、50ぐらい作っとくか。で、ハンマーをつけて、ようやくこれで取れると。何作るか。ロックで検索してみる。ロック可能なピルケース。マイナーズ胸って何や。溶接装置が必要ですって書いてあるんだよ。これはスキルしかないよねっていう話か。ツールボックスがある。埋め立て装置かよ、おい。ロッカーはどうなの？ロッカーは違うっぽいね。溶接装置ってなんやねん。ネイルから逆引きしよう。ロック可能なキャビネットでいっかも。これいっか。とりあえず2個作るか、これ。何なんだ、これ。ちょっとこれめっちゃ入りそうなんだけど。作ってみるか。めっちゃ入りそうじゃね、これ。動物用って書いてあるけどさ。ちょっと気になるよね。これ手元で作れるのでは？ネイル。あ、ダメか。ハンマーが必要だからダメか。そうだね、ダメだな。あ、作れるわ。キャンセル。さすがにこれいっぱい入るわけねえか。外に設置してみようか。どうしよっかな、インベントリー。待って、やっぱりさ、ロック可能なこれ作るか。これで玉のペイントして、これ必要なやつ、玉。って感じでいきましょう。そうしましょう。できたな。一回できっかな。強そうだし。うわ、ずれるのか。じゃあこれ。こっちで。ちっちゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、6、8、8、ちっちゃいね。200、硬くもない。ダメです。はい、これが、玉のチェストです。どうせやったら回せばよかったかな。玉のチェストです。武器も入れちゃうか。武器と弾のチェストです。で、魔法系をこっちにしとく。どうしよう、どこがいい？一回こっちで。じゃ魔法系こっちにしとこう。やっぱ上でもよかったかな。魔法系ね、はい。センスの書。おー、夜になっちゃった。もうアイテム整理してる時だけ時間進み方を遅くして。これ食べ物系。キッチンとかどこにする？食べ物系こっちでいいか。多分下にいますね。こっちキッチンにするか。食べ物系。食べ物で。で、材料を入れるの、これもう一個作ろう。あ、こっちがいいか。
あ、これもう一個だな。こっちの拠点はね、ちゃんと長く使う拠点だと思うんで、ちゃんと整理できるようにしとこうか。そしたら何が必要だと。うわ、結局50分か。うわ、もう寝ないと。畑、今日の畑はヘビーな予定なのに。で、こっちに鉄とかの材料が入ると。で、多分こっちでコンクリートも作らなくていいのか。そうだな、作らなくていいな。そっかそっかそっか。スチールもっと作っとこう。待って、弾丸ケーススチールっていうのがあるのか。ちょっと逆、これ先にしよう。めっちゃ気になるわそれ。何それ。ふうふう。え、鋼の弾丸のケージングが安価であるかって。なんやねん、いらねえやつやん。いらねえやつじゃん。あ、待って、こっちには使うんだ、AP には。でも、コイルラウンド1個でしか使わないね。いらないね。よし。売ってんな、売ってんな。防衛できてるか分からんのが不安で仕方ね。こっちじゃん。多分いろいろ作るから、建材とかが入って、建材テストが欲しいかもね。食べ物は多分蛇口と電気オーブンで終わると思うんで、こっちら辺建材でいいかな、もう。こっち建材？あー、これも後で振り分けときますわ。録画会で。建材とクラフト材料がこっちだな。もう一個作ろう。なんだっけ、ネイル。どれだっけ。え、これ違うよね。ロックかの、どっちがいい、白かな。20個じゃん。裏強化しときてえな。あとで外側からやるか。回れねえよ、こっち。ないわ。まあ、こっからやればいいか。届く。熱いよな、絶対これの上。フレーム組むか。しかもこっちの拠点ね、ランドクレームしてないから、あれなんですよね。なんていうの、一度設置したものを撤去できないっていう。ランドクレームモッドを設置してないから。キーストーンだっけ、なんだっけ。とりあえず下の触れなくなる。あ、こっちの裏からできるのか。こっち裏からできるね。出たら入れなくなるんだ。うわ、いっぱいいるじゃん。なんで撃たないの、あいつらを。というか待って、そこ撃ってる、殴ってるんだって。よし、ほんとやばいな、ここの防衛。ザルだな。ジョエルさんとかはどんだけ優秀だったか。
ちゃんと近づくの全部倒してたのに。まあ、スチールでフル強化しましょう。フルカスタム。あ？いっか、このコンクリートの外側に1枚スチールで強化するか。そうしよう。それコメントで地下に、なんだっけ、あの人、ジェンさんを連れてったらみたいな話あったな。あながち悪くないのかもしれないな、それも。それもありなのかもしれないけども。どうしよう。ちょっと考えておきますね、それも。というわけで、じゃあ本日ここで終わりにしましょうか。次回は、待って、ポンプショットのレシピ。材料だけチェックして、50秒で作れるんで。この機械部品。機械部品鬼ほど拾って、あれ？ないかな？もしかして。うわ、機械部品がねえな。あ、ダクトテープ使うのか。ちょっと機械部品ばらしてこないと足りないかもね。オートショットガン。あ、バレルいらないな。あ、じゃあバレル作っとこうよ、もう。バレル。ショットガン。ん？何作れないの？シャル電池が必要です。これもしかして、これあれだね、ステーション、これメタルワークステーション必要なやつだね、多分ね。あれすぐ作れんじゃん、こんな。鉄が必要だわ。100ぐらいつくの、多分。スチールはもう、作っといて。フォージもう一個欲しいな。これはもう作れるとして、ショットガンバレル、ショットガン証券はこれも簡単に作れる。ショットガン証券も作れるんだよ。なんかないの？作れるパーツ。電池か。全部あれが必要っぽいね。ショットか。うん。あ、俺でも弾取りに帰らないといけねえかも、結局。俺弾取りに帰らんといけねえ。弾がねえわ。あ、じゃあもうこっちで作る必要ないね。そうだね。こっちで作る必要なさそうですね。そしたら、これ置いて、これ持って、必要なのだけ持っていくか。紙も使うかな、ショットガンの弾作る可能性があるならば。待って、敵ノックダウンだって、コンボか。コンボはないもんね。あー、うち武器テストにしとくか。クロスボウ、複合クロスボウ。まあ、いいか、別に品質一緒だし。よし。というわけで、本日ここで終わりたいと思います。スクラップ。3個手ない。OK。ご視聴ありがとうございました。静止化でした。整理しておきます。車にもまだ何かあったっけ？やっときます。というわけで、静止化でした。